皆さんこんにちは、ひみちかの彦です。今回はですね、サムネイルにもあるようにですね、カルエンタープライズさんのゴールデンバイソンストレートをですね、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。昨年はですね、ジェットフィット、こちらにですね、4ミリ四角のツイストをつけてご紹介させていただきました。今回はですね、シンプルなストレート、このぐらい高度の差があります。わかりますかね？形状の差がこのぐらいあります。はい。基本的にツイストされてる方がですね、空気抵抗を減らして、モーターだったりね、エンジンの負荷をかけないと言われております。四角のストレートですね。シンプルに体積もこのタイプだと増えますし、まあ、抵抗も大きくなります。ただ耐久性は抜群に上がります。そんな中でですね、気になりそうな植生のところを買っていきたいと思います。使う機会はですね、先日ご紹介させていただきましたスチールの充電式仮払い機、現在国内で販売されているものでは一番の高出力になりますね。スチールのモデルの中で FSA135、 こちらでやっていきたいと思います。前回はですね、 FSA135 AP300SA ですね、ナイロンコード 3mm のカリコちゃんと鉄刃ですね、 260mm の2枚刃と作業して1時間から1時間弱使えたよっていう風なお話をさせていただきましたけど、今回ですね、 4mm、 1mm の太くなっただけで、このストレートとなっただけでちょっと衝撃の結果が出たんでね、まあ仮味はもう最高だったんですよ。ただね、使用時間にねすごい差が出たので、それもねご注目して最後までご視聴していただきたいと思います。それではどうぞよろしくお願いいたします。本日草刈るところはですね、先日買ったところの残りですね、歩いてらっしゃる方多いと思うんですけど、スチールのねこれだと結構便利なんですよ。こうやってテンションかけといて、こうやってカッター押すだけ、こうやってテンションかけといて、こうやって簡単にね硬いゴールデンバイソンもカットできちゃうんですよね。150個単位でね手配しなきゃいけないんで、もしかしたら在庫持ってないスチールショップさん多いかもしれないですけど、あると便利なんでね、手も怪我しないようにポケットに入れといても、刃がなかなか刃を触れないようになっているのでね、非常におすすめです。あると便利ですね。こうやってねテンションかけといて、
もうちょっとなんでね、今バッテリーは冷やしながら充電しております。古い方のバッテリーなんです。 AP160 といったアプリで、ね、2メモリ残ってるんで、ちょっとこれで借りれるかどうかやってってみたいと思います。消耗としては勝手に引っ張られたりしたので短くなって、実際こんなぐらいで出してったんですかね。だからこのぐらい減ったよっていう感じですけど、番線とかね、草だけで摩耗したっていうよりちょっと引っ張られてなくなったところも多かったように感じます。まあ、それで元切れっぽくなってね、切れたりしたのかなって感じですね。長めに出しとくのもありでしたね。あとはあっちも残ってるんですけど、あっちは、マキタの実演会が今週末あるんでね、そこの時その時の、借り場所として借る場所として残しておきたいと思います。はい。いかがだったでしょうか？ゴールデンバイソン、この四角。こっちですね。はい。ストレート。こっちがツイストです。はい。このぐらい太さ、パッと見ても太さ違うのわかりますかね？はい。で、まあ、それでいて結構しなる。ただ、切ろうと思ったら切りにくいので、テンションかけてスチールのね、カッターでやると、
簡単に切れるってやつなんですけど、すごい切れ味良かったですよね。もう木になりそうな太い硬いものでもバンバン買っていきました。ただし機械の音がね、 FSH35 カリコちゃんでやった時とスピード3番目のやつでもですね、遅くなったのを実感いたしました。420mm 出してやった結果ですね、実質20分弱ぐらいで、AP300S 7.2A 終了してしまいました。先日ですね、スチールデモトラックをやった時にですね、マキタの MUR01 に 80VMAX を持ってるお客さんが 5A バッテリーを2本挿してで、テクニブレード、オレモのジェットヒットテクニブレードの6なんですかね、やった時に15分で終わっちゃうんだけどっていう風な形でお話をされておりました。FSA135 だともうちょっと待ちますよって言ってしまったんですけど、1ミリでこんなにも差が出るのかっていうのをね、すごい実感して、あ、それだったら確かに15分で終わってもおかしくないなという風にね、実感いたしました。そうなんです。スチールがなぜカタログに載っているナイロンコード3ミリまでしかないかっていう理由がね、なんとなく分かってきた気がします。まあ、エンジンの時はね、気にしなかったんですけど、エンジンの作業時間にはそんなに差はないのでね、充電式になるとこうもですね、電力消費が大きくなるのがナイロンコードの太いものになるんだなっていうのをね、実感させていただきました。3ミリのナイロンコードの時はね、全然消費電力少ないのか、長い時間使えるなっていう感覚だったんですよ。それが4ミリの四角ストレートになっただけで、こんだけ使用時間が変わってしまうんだなっていうのを実感しました。なのでね、エンジンで使用するのがおすすめになりますね。四角ストレートゴールデンバイソンですね。充電式の草刈り機、どんどん流行って増えてきて、高出力のものでナイロンコードで粉砕作業したいっていう方が増えていらっしゃいます。太いコードの方がコードが長持ちするという感覚でね、お使いになられている方多くいらっしゃいますけど、消費電力に非常に変化をもたらすんだなっていうのもね、今回私身をもって実感いたしました。なのでやっぱり、消費電力のことを考えると3ミリぐらいのナイロンコード、もしくはですね、三角とかだったら 3.5 ぐらいでもいいのかもしれないですけど、四角のストレートになると相当太くなって、消費電力が増えてしまって、使用時間が極端に減るんだなっていうのも実感させていただきました。なのでね、その辺も加味して、使用されるナイロンコードの太さっていうのをね、検討された方がいいかもしれないですね。3ミリぐらいがやっぱりちょうどいいのかなというふうな実感しましたね。はい。というところでね、皆さんもね、その使用時間気にされてる方非常に多くいらっしゃると思いますけど、充電式ではですね、あんまりナイロンコード太すぎても使用時間に影響があるので、細いのに3ミリ前後で長持ちするっていうナイロンコードがおすすめなので、カルエンタープライズ、日本メーカー国産のね、ナイロンコードになりますんで、ぜひ試していただきたいなと思いました。四角ストレートだと太いんですけど、3.5 ミリの四角ツイストとかだとね、ちょうどいい太さになってきます。まあ、ボディによってはね、入んなかったりするのもあるので、ボディも選択、上手にしていただければと思います。はい。じゃなければね、カリコちゃんだったり、ロックンとかね、そういう四角とか、あとハート型とかもあったりするので、そういったのがおすすめだなというふうに実感いたしました。ナイロンコード本当同じ出力なのに減りがたい、まあ、耐久性とかもねすごい差が出たりするので、そういったのもね使い分けて植生に合わせて、使い分けるの面白いのかなと思います。ただね、買ってすぐなくなったのにまだコードいっぱい余ってるっていうこともあったりするのでね、いろんな情報とかそういったのもね皆さん吟味してね、選択してね選んで、いただければと思います。というわけでですね、今回の動画カルエンタープライズ四角ストレートで買ってみたでしたけど、充電式の作業時間、充電式であれば作業時間極端に減ってしまうかもしれませんよということでね、お知らせさせていただきます。よかったなと思いましたら高評価お願いいたします。チャンネル登録まだな方、チャンネル登録お願いいたします。ナイロンコードストレートカルエンタープライズのねリンクはですね、当店あの下の概要欄の方にですね貼っておきますので、そちらの方からねご購入いただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。はい。現在、ひむひむチャンネルではですね、 YouTube メンバーシップを募集しております。動画のね下の方にメンバーになるっていうねクリックするボタンがあるので、そちらの方からね詳しい内容を確認してみていただければと思います。メンバー様の特定までですね、過去の修理動画を見放題となりますし、修理動画に対するですねご質問であったり、どこを見ればいいんですか、どういう部品を手配すればいいんですかっていうのをね、スチールは、通販禁止なので品番とかそういったのもねお知らせさせていただいてもらっております。過去動画のですねコメント欄とかそういったのでもいいですし、メールとかそういったのでもねお問い合わせしていただければ、メンバーシップ様のね限定のページなんかの方でね公開させていただいてもらっておりますので、ぜひそちらの方もねご利用してみてください。その他にの特典としましてはですね、先行で新しい動画の公開だったり、新しい様々な関連商品のですね情報を先に先行でね発表させていただきますので、ぜひねメンバーの方ご登録していただければと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。